はい、それでは2023年上級ゼミの江口クラスの講座案内、講座説明ですね、をさせていただきます。じゃあレジュメに従ってお話をしていきたいと思います。まず講座の目的ですけども、当然、論文本試験に合格する、令和5年度の合格を目指します。で、具体的にゼミの説明ですけども、まず合格答案を書くのにどういうステップ、どういうところの習得が必要かっていうのを分けてですね、ここに、そのレベルっていうかですね、習得度を上げていくと、これによって確実に合格できるということですね。じゃあ今日の話は合格レベルの答案作成の道筋とですね、どういう道筋を踏むか、それからゼミの内容ということで、特に近年の、本試験の傾向ですね、本試験についての試算もしながら説明させていただきたいと思います。でご存じの通り、まず論文書くためには題の把握ですね、それから、事例問題であれば事実関係の把握ということですね。で、それに対する題で問われたことを答える、で答案に反映させる、これができれば確実に合格するということになるわけですね。で、ここでですね、ちょっと資料だけにしますけども、まず題の把握ですけども、簡単な把握、平題と難易題というのがあります。で、最近難易題というのも少ないですね。商標とかで、例えば商標権者の義務について述べなさい、あるいは意匠制度により意匠を保護することの意義、何を書いたらいいのか、しっかりと理解をしてないと、答案構成ができないようなものとですね、聞いてることは簡単だっていうことですね。例えば侵害していることを述べなさいとか、拒絶理由を認定しなさい、何ですかということなんですね。じゃあここをしっかりと把握しないと、答えというのは正確な答えは出てきません。ただですね、この平易題というのが、どっちか言ったら多いですね、もうほとんどこっちは少ないです。ただし、真の題の把握は意外と難しいということなんですね。例えばどういうことかというと、令和3年の問題ですね、もうちょっと見ますと、簡単にですね、ポイントだけを説明しますと、これ非常に簡単で、出願 A があって出願 B があって国内宣言を主張してるわけですね。で、他人の出願が D というのがある、なのでというかですね、それで問われているのが、出願 B が審査に付された場合に出願 B の特許請求の範囲に記載された発明以がですね、この「い」が出願 D との関係において拒絶理由を有するか否かについて、関連する特許上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で、国内の選挙制度が設けられた趣旨に必要な範囲で言及しつつ、設問の事実を当てはめて結論付けようと、たったこれだけなんですね。じゃあこれ国内選挙で訴求項があるから、これ肉の2ですねの、国内宣言の絡みで洗顔抗がん、洗顔でですね、抗がんで、国内宣言となるわけですけど、ここで問われているのは胃がですね、オツの出願で拒絶されるかどうかですね。なので、これ訴求後がある、終わりっていうことなんですけども、じゃあそれだけ書いたらいいのか、あるいはそれだけ少ないから他新規性とかですね、これ肉の2がポイントですね、あるいはその進歩性とか39条とかもついでに書いておこうということでね、模範答案等がですね、そういう形で書かれているのが散見されます。ただですね、真の題っていう形になるとそうじゃないですね。ここは問われているのはね、ポイントは、洗顔で抗がんなんですね。だけどこれ訴求項がありますよって、これだけの話ですね。だからこれ拒絶理由はないわけですね。だからないというのに、一番のポイントというのは、これが元の出願に、出願 A に訴求するから洗顔になりますよ、これだけでいいんですね。で、実際に問われているのは国内優先権の、ここですね、必要な範囲で法律を引用しって書いてるから、これかなりですね、これ国内優先権の主張要件ですねを、これ書いてますですね。
でからここがその効果ですね。で効果も41条2項で訴求するっていうのを全部規範として書くとすごく長くなります。だけど必要な範囲なので、まあ29条とか2の2とか39条この辺が関連するから、これについて訴求項がありますよという話なんですね。これが規範なんですね。ただこれ規範の分量を見ていただくとかなり大きいです。ボリュームが大きいですね。で、本文ではということで項の発明について国内優先権の要件を満たしますよって、これ結論付けてるだけなんで事実の当てはめです。だから規範があって事実の当てはめで、その時に効果も規範があって、じゃあ本文ではどうなるかというと、いわ A の時にしたものとみなされる、ここで書いてますね。これもう皆さんご存知の通りです。なので給治療はない。だからごちゃ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 要件の細かいことを実際は書く必要はなかったんですね。ただ結構ね、これ肉の荷の当てはめをしたり39条とか新規制の当てはめを一個一個してねやっても得点にならない。これ見ていただくと意外と難解ということなんですね。なのでこういうところは過去問をベースにしっかりと、大把握の練習訓練というのをしていかないと、せっかく書いても全然得点にならないということになります。はい、じゃあですね、次に事実関係の把握ですね。これどうやってやるかというと、まあ、事例問題で特に長文が非常に多いですね。でこういうものは、まあ、テクニックがあります。これをもう講義で伝授します。まあこれ訓練したら早くなるわけですね。で、答案構成、じゃあ題が分かったらどうやって答案構成していくかっていう話なんですけども、これね、特許法は1問あたり5問とか4問とか出ますね。だから1問1答なんですよ。なので基本要件をきちっと理解して、で先ほども41条の1項で国内宣言の要件で、2項で効果ですね。だからそういうものをがじゃあどれだけあるんだっていうのはそんだけたくさんないわけですよ。だからそれを説明パターンとしてしっかり組み合わせて習得すれば、だから説明パターンをいくつかのブロックをしっかりと書くわけですね。あ、というかですね、それを習得するという話です。ただこれ事前にですね準備しとかないと、中途半端な説明パターンって結構ありますけども、それをいくら書いても得点としては正解導いても半分ぐらいしか得点にならないことがありますね。だからその正しいものを、しっかりと理解するということが必要になります。でこれ個々にやっていきます。もちろんゼミの問題プラスアロファということですね。で提供資料としては、じゃあそれに必要なものというのは一元化した情報、これはパーツブックと読みますけども、これ全、まあちょっと分厚めの、一元化したものです。で基本説明パターンですね。さっきの国内宣言だったらこう書くんだ、パリ条約だとこう書くんだ、あるいは肉の荷の要件判断を、まず先ほどの問題ではいらなかった不要だったけども、実際に当てはめたらこうなるんだ、でパターンですね、その答案構成のパターンはこうなんだ、あるいはじゃあその答案構成真の意味での、題っていうのはやっぱり過去問ベースに考えないといけないですね。だから過去問ベースに答案構成の練習というのをしていきます。はい、であとは答案の作成ですね。でこれ一番問題なのは時間内に答案用紙への展開力ですね。これをしっかりと身につけないといけない、まあ時間の壁っていうことになります。だからこれゼミに毎週来ていただいて実際に問題を解いていただいて時間内に書いていただくというのが大事になるわけですけども、その中で大事なのが、まあこの辺のところを徐々にですね習得していただいて、その実践に反映させるっていうことと、あとフィードバックなんですね、採点、これがものすごく大事になってきます。だからここをですね、まあ仮に本試験、まあ試験委員が、その本来の配点表、これ公表されてないですけども、それに基づいて採点してもらえれば
もうものすごくですね有利なわけですね。だから可能な限りいろいろ情報収集をしてますので、そこに近づけます。で、まあ、これらをねこう分解して一つ一つ習得していけば確実に合格すると、こういう話ですね。はい、じゃあね、個々の内容をちょっと見ていきますけども、知識の獲得ですね。で、もう上の話を、今までの話をちょっと重複しますけども、やっぱり重要テーマ、判例含む、趣旨、要件、効果、これを本当に理解してるのか、で、ちゃんと頭の中に入ってるのかっていう話ですね。まあ、これは令和3年の法改正の最新版のパーツブックですね。まあ、情報の一元化。というもので、お配りしてですね、これはもう各自ですね自宅学習をできるように提供します。で、まあ、私のゼミ受けている方はもうご存知だと思いますけども、例えば選手要件であればね、こっち側に要件が書いてあってどう書くかですね、規範として。で、それに対するその解釈がありますね。例えば事業の準備はどう書くんだったっけということがたくさん出てくる。これを一元化して集約してます。なので、まあ、どう書くべきかっていうのをね、資料を探し、回らなくて済むようにっていう話なんですね。で、次に、まあ、先ほど言いましたけども、典型パターンの習得ですね。これは答案構成のパターンというのがいくつかありますので、まあ、それで、習得していただくということになります。ちょっとね飛びましたけども、基本要件ですね。まあ、特許法も意匠法も商標法も結局、基本的なこう条文の要件当てはめ、あるいは趣旨の記載っていうのが、まあ、半分以上記載されますね。あるいはもう7割ぐらい記載される。だったら、まあ、そこの、特典が取れる説明パターンっていうのを準備して頭に入れないと、まあ、闇組の条文を見ながらね書いてたのでは時間も足りないし、本当にきちっと書けるかどうかわからないですね。なので、まあ、ここはですね、昨年来増強してますけども、さらにきちっと増強して、まあ、いわゆる三段論法ですね。まあ、先ほど河川本試験のこういうものですね。まあ、結局規範をどう書くべきかというのは、条文を写したらいいっていう話じゃないわけですよ。条文長いですからね、短いやつそのまま写したらいいということになりますけども、効果もね、事前に準備をしておく必要がある。それを、まあ、まとめたものをお渡しするということですね。で、毎回、論文の、まあ、いわゆる演習問題が出ますけども、まあ、そこに当てはめて、じゃあできたのかできなかったのかっていうことを、まあ、フォローできますね。であとは本試験で要求される題、これも非常に意外と難しいという話ですけども、これは過去に遡って、まあ、過去問をやるだけでもね、すごくこう、各基本要件とか答案構成パターンの勉強になるわけですけども、何よりも問われていることを正確に理解して必要十分な範囲内で書いて得点の最適化ですねを図る。まあ、いわゆる答案の最適化ですね。で、得点を時間内で、最大限、得点が取れるようにするというのがすごく大事になってくるということなんですね。なので過去問をしっかりやるのは必須だし、ただ過去問やれば、じゃあそのいろんな模範答案がありますけども、それがねしっかりと真の意味での題がね反映されているのかっていうと、まあ、反映されてないものが多いですね。なぜかというと特許庁がどう書くべきかっていうのを発表してませんから。はい、じゃああと答案の、を作成していただいて、これ実践ですね。そこで、採点、これレック模範答案がありますけども、まあ、これを全面的に見直します。まあ、いわゆるこの題に沿ってしっかりと本試験で要求される書き方になるようにと公表ですね。これによるフィードバックというのがものすごく大事になってくる。なので、まあ、同じ問題を解いていても後のフィードバックの仕方によってこう実力のつき方っていうのは全然変わってくると、こういう話ですね。で、答案構成採点表に基づく詳細採点で書いてますけども、これ次ですね、答案への展開というのが次に必要になってきますね。まあ、3つ目、
だからまあ全体の流れと知識のインプットと、じゃあ問話への展開という3つ目の話をします。でね、各回の答案練習での実践ということになります。で、まあ、論理構成の見直しは真の三段論法ということですね。だから、まあ、レックの模範答案を全面見直しというのは、まあ、さらにそこをですねブラッシュアップして本試験の書き方に近づけるっていうことをやります。で、模範答案配点表による採点で、レック回答を徹底的にブラッシュアップということですね。で、まあ、私の採点というのは基本的に採点表というのをね、まあ、これこのままここをですね全文にすればもうそのまま答案になるっていう詳細なものです。で、それについてですね、ここに配点をするわけですね。これ全部作り直しです。いいですね。これ模範答案をそのままね箇条書きにしたんじゃないですよ。全部見直してるんですね。で、こうすることによって個々の記載が得点につながったのか、あるいは全然その得点につながらない、ことを書いてしまったのかっていうのが一目瞭然なんですね。だから返却答案と、その添削、それからこの配点表っていうのを見ていただければ、何を書けば、まあ、いわゆる何をどういうふうに書けば得点になるのか、そこが初めて分かってくるということになります。ものすごくここが大事です。まあ、ここに書いてあるように配点表採点表公表に基づく詳細な解説をしますけども、誤ったところどう書けば得点になったのかの採点によるフィードバックと、で、あとは各自採点答案の活用をしていただくということですね。ただこれね、すっごくね時間かかります。ただここは非常に重要で外せないので、もう採算は度外視で、まあ、時間を投入して毎年私も頑張っているということですね。で、顔って書いてますけども、これね顔が分からずに採点するのと、あ、ゼミだったらこう顔と、答案がマッチングしますね。じゃあこの方はここまで頑張っておられて今こんなことを書いてるというふうになるとね、やっぱり採点をするモチベーションというのはすごく上がるわけですよ。なので、まあ、詳細な、採点ができるということなんですね。まあ、私の目的というのはもうとにかく受かっていただいて、受講生も満足で、私もね、一生懸命頑張ってですね、それの結果が出るとすごくね、まあ、金銭の問題云々よりもすごく満足度が高いんですね。まあ、そこを目指して頑張ってます。なので、まあ、こういう形を取れば論文のパフォーマンスが上がらない受講生も課題がねしっかり分かってきます。で、課題が分かればあと改善したら終わりですね。あと学習の方向性で、答案作成答案の到達点ですね、これが分からないともういくら頑張っても得点にならないでしょう。で、一番困るのはね、これでいいんだと思って実際に、本試験で答案を作成されて、それが全く得点につながっていないっていうのが一番悲しいことですね。ただこれね、採点、答案を返却してくれたらすっごく分かるんですけども、返却しないでしょ。で、実際にどんな採点をしているのかっていうのも時々は公表しないですね。で、まあ、これらを習得することによって真の理解も深まるし、答案作成力も上がる。で、論文の実力アップで最終合格に近づくということで、まあ、毎年ですね、かなりの多くの人がね、まあ、合格いただいてるんだけども、やっぱりこのステップをね、やっぱきちっと踏んでるからという話なんですね。はい。じゃあ最後にね、ゼミの進め方、の話を今しましたけども、まあ、形式論ですね、まあ、ちょっと精神論、モチベーションのアップということで、まあ、各回気合を注入してですね、まあ、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。で、受講生のターゲット、超えを目指すと。で、ターゲット超えっていうのはどういうことかというと、お名前がねこう出ますね、上位ね。じゃあそのそれぞれの方がちょっと上位の受講生をターゲットにして、まあ、もっと買ってやろうというふうに頑張れば、全体的なベースアップ、ボトムアップが図れます。なのでゼミ全体の実力が上がるという話なんですね。だから適答案について個別コメント、勢いが強い年は多数が合格。だからかなりみんながねワイワイ頑張っていると、
すごく、多くの人が、まあ、合格する傾向にあります。あとね、まあ、1年目の入門の方もね、初学者にも対応します。で、1年合格者は江口ゼミ出身者が、まあ、非常に大多数ですよと。まあ、これね、ただね、やっぱり単独の勉強もしないといけないので、まあ、希望、どういうふうにするかというとね、希望により毎回詳細な出題論点どこ出しますっていうのをもう、前もってお知らせします。だからそこだけ勉強してくれば一応ね、答案を書く知識っていうのはつきますね。でゼミの、まあ意義っていうのはね、持ってる知識をいかに、答案用紙に時間内で採点、書き込みかっていう練習なんですね。なのでまあ、ベテランさんは広い知識を持ってるけども限られたところをしっかり覚えてで毎回書いていただく、これによって全然無理なくですね、書ける、実力を上げられるんですね。で担当本試験にもね、そうだったらね、そんなにもね負担はないというかですね、担当試験も徒競すごく大事ですね。徳実院の、メイン、必須科目40点ですね。なので必須というか、まあ、論文必須が担当でも、出題範囲になりますけども非常に有利になります。で1年最終合格は、まあ、可能だから毎回教えて、じゃあ教えてもらったところを書くんだけども、それをきちっとその範囲で習得していって、上っ面じゃなくてね、それを重ねていけば絶対に実力がつきますね。はい、最後講義の進め方ですけども、まあ、答案作成採点で、まあ、これね、採点したものを見ていただいて次週に詳細説明をする形を私のゼミではとってます。で、まあ、その方がね、答案も分かるし前知識も入れて解説を聞けるので非常にね、詳細なところまで理解が深まります。で、まあ、あとね、まあ、人数が多いとね、なかなかね、口述でその場その場で対応しますけども、まあ、詳細な、回答ってのは難しいですね。だからメールでも適宜質問していただいて、でまとめて皆さんに、その回答をお話しする。で回数より大半の疑問点を解消するはメールでもフォローをいたしますと、こういう話ですね。はい、ということで、まあ、あのゼミはね、毎年もずっとね、改善改善、まあゼミの内容自体も改良改良改良を重ねて、まあ、無事ですね、合格者も出ていただいているので、まあ、安心して受講してください。で一緒に頑張れば絶対に結果は出るというふうに私も確信してます。はい、それではゼミの説明終わりますけども、まあ、あの10月から始まるゼミ、ぜひともご参加を、していただければと思います。はい、終わりです。